13試合、インカレ行くならインカレプラス、4回戦にとったらほんまにあと残りわずかな、サッカー人生、もしここで怪我したら引退かもしれない、でまあ、そういう思いを、3回戦以下もしっかり背負って、1試合1試合、1個のプレーで悔いないようにやりきること。でこの環境で一部でやれて相手が感覚でこの試合ができるっていうことを楽しんで結果に変えること、まあ、本当にさっきも言ったけど気持ちの部分で絶対に上回っていくことで最終的には全員の力で勝つまで別に先に失点しても連続失点したかったら全然問題ない点決めても2点目3点目取りに行く自分たちのタックを貫くこと全員でしっかり勝ちましょう。はい、最後俺たちはピッチャーの準備だぞ。俺たちは戦うぞ。そういう気持ちいくぞ。
Yeah.